どうも、キリタンです。ポポポポポ。はい、こんにちは、キリタンポです。今日はね、何をしてきますかと言いますと、あるものを持ってきたよー。では、登場していただきましょう。トゥルルルルルルルッとかーん。焼肉焼き器ということでね、私はすごく焼肉が大好きなんですけども、今はちょっとね、焼肉屋さんに行けないので、お家で焼肉屋さんやっちゃえばいいんじゃないの？ということで、いいでしょう。これ一人前分かな？私はなんか結構ね、胃もたれしやすいので、カルビとかちょっとあんまり食べれないのね。だからね、赤身が多めなお肉も買ってきました。皆さんもね、この動画を見て焼肉を食べた気分になってください。あ、余分な油を落としてくれる波型プレート、フッ素加工仕様。なるほど。このね、フッ素加工仕様っていうのが重要ですから。ちょっと待って、結構ちっちゃい。本当にちょこっとグリルだよ。グリルのちょこっとじゃん。これほんまにちょこっとやな。手サイズ。手と同じサイズ。でも私、小食だからこれぐらいでちょうどいいかもしれない。そんなこと、ないやで。俺結構、焼けるんやで、これでも一回で。そうなの？焼けるのね。じゃあ今日、いただきます。いいんやで。すごく美味しそうなお肉を見つけてきました。じゃじゃん、綺麗でしょ。九州産の黒毛和牛。なに、黒毛和牛？直角にしても落ちないこのお肉、すごい。いいですね、肉っていう匂いがする。生肉って匂いがしますね。綺麗でしょう。しかもこれを、このおネギさん、白髪ネギとブロッコリースプラウト、これにこれ巻いて、玉ねぎソースをつけて巻いて食べていきたいと思います。これもあったんだ。サンチュ、違う、サラダ菜。うわ、べちゃべちゃだ。これサンチュがね、なかったのでサラダ菜買いました。美味しい、もう美味しい。でね、ちょっと牛脂もあるので、牛脂を、やっぱ牛脂を使うだけで違うんでね。じゃあこれやっちゃうよ。電気通していきます。でね、ちょっとね、なんでキッチンにいるかっていうと、これをね、リビングで使って、ちょっとだ煙大丈夫なのかとか心配になっちゃったので、キッチンで食べます。あ、もうオンになってる。あ、もうあったかい。いい感じ。うわ、いい感じ。いい感じだ。これいい感じだね。これちゃんとね、焼くときみんなに近くで見せますからね。いや。おー。やっぴー。お肉を焼く箸はちょっと変えましょうね。いや、焼いてっていいですか？で、これね、焼きしゃぶ用の、お肉なので、薄くてね、でかいです。いきます。うわ、美味しそう。もう焼けてる。ちゃんと焼けてるね。うわ、世界一いいショット、これ。もう焼けてきて、ひっくり返します。こちらご覧ください。素敵だ、綺麗だ。まずは普通に、じゃあタレをつけていただきます。尋常じゃないほど美味しい。もうね、口に広がる肉の風味からして、もう上質だ上質だって感じがするんです。これに関してはもう肉勝利、大勝利、大優勝です。久しぶりに焼ける、美味しいね。ではね、じゃあこっからおネギちゃん巻いて食べちゃいたいと思います。はい、では焼いていきます。熱いんじゃん、あんた。熱いすっごい危険だこいつ。いただきます。誰が何と言おうと100点。私、お野菜の中で一番ネギが好きなんですけど、合う。これが一番美味しい。私がね、焼肉屋さんに行くときは、大体ネギタン塩を頼むんですよ。で、ネギタン塩
頼んで他の人が頼んでるお肉をちょっともらうみたいな感じなので、でも家でねネギタン塩をしようと思ってもなかなかね美味しいネギなんていうの牛タンに出会わないというか、やっぱどうしてもさお店の新鮮さっていうのがあるじゃん。だから今日はこういうなんか焼きしゃぶ系のやつを選んでみたんだけど、すごい美味しい。スピード上げていくぞ。もう見逃せない。もうすぐ焼けちゃうんだもん。え、サンチュマコサンチュ、サラダナダ。柔らかいのね、この肉。うん、これ幸せの映像ですね。いただきます。すごい美味しい。野菜も取っていかなきゃね。ベジタリアンだから。このタレ美味しいな。あ、やっぱネギ美味しいな。ネギがとりあえずすごい好き。なんかこういうネギを巻く料理とかに出会うといつも最終的に思うのがネギって美味しいなってね。何度食べてもこの感動再び。美味しいね。これだけで映画作れる。うまい。なんか違うタレにもつけたいな。ポン酢ね、ポン酢ねつけちゃおう。美味しくないわけない、絶対。これね、自給自足の生活。焼いて食べて焼いて食べていくよ。なんか焼くのうまくなった。こちら見えますか、ポン酢バージョン。いただきます。全然違う。おいしい。ポン酢やばい。ポン酢きてる。ちょっとポン酢極めたいね。みんなは何が好きなの？カルビとか好きですか？ロースとか好きですか？ほら、こんな話してたらもう焼けちゃった。すごい火力が。おいしい。もう、あ、ほんとに。これ、お腹空いた時に見よう。いただきます。なんか動画見てるみんなにさ、味が届くシステムだったらいいよね。こんな美味しい思いしてるの申し訳なくなってきた。みんなに匂い伝わらないかな。美味しい。もうどうしよう。自分のね、やっぱ言葉で伝わなきゃいけないね。じゃあ事細かく言っていくわ。まずお肉の旨味の肉汁がブワーって口に広がって鼻を抜けるので、あ、お肉美味しい。そっから噛めば噛むほどネギの食感、サクサクシャクシャクシャキ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 してくる。で、シャキシャキとお肉が合わさってくる。美味しい美味しいよ。美味しい美味しい美味しい。これすごい美味しいよ。食感もすごい。もういっぱい味わえちゃう、味わえちゃう。そこにブロッコリースプラウトが出てくる。ここから出てきて、こういう風に育っていく。これお水入れるとすごい育つから、こうやって育っていってここに入っていく。伝わったかな。これ伝われば嬉しいなと思います。ね、ちょっと塩で食べてみるっていうのもやっちゃわないかい。あの2はやっぱ塩で食べるって言うじゃない。だから塩でも食べちゃう。塩いただきます。減点回避。ん？減点回避？減点戻り。振り出しに戻る。ダメなの？いただきます。熱い！いただきます。はかはか。東大元暮らし。おいしいね。やっぱ肉の旨味がこうガンと伝わる感じ。ちょっと塩かけすぎたんでしょっぱいです。なんか他にもかける？レモン？そうだそうだ、忘れてた。ネギ塩あったんだ。すいませんすいません、大忘れ。ドドン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 。刻みネギ塩。なんかチューブタイプの、こんなの食べたことないからわかんないんだけど、本当にネギ塩なのかなこれ。まあネギ塩の匂いする。じゃあレモンつけるか。なんか気づいたら賞味期限切れてること多くない？さすがにもういいよ。そのくだりのポッカレモンです。レモンとネギ塩をつけて食べたいと思います。
ネギを置く。うわあ、おいし、これ待ち受けだね。これネギ塩を入れる。これちょっとネギ短所の気分味わえるんじゃない？ちょっとレモンつけすぎ。いただきます。うん、ネギ短所食べてるみたい。おいしい。ああ、これとレモン。おいしい。でもね、どれが一番だったかな？ポン酢かな？ポン酢おいしいな。なんかこのお肉すぐ焼けていいな。今白髪ネギが喉に刺さってウェってなった。白髪ネギは時として狂気になります。でも私の大好きなネギに殺されるならそれもいいだろう。では、あ、もう一パック食べ終わっちゃった。美味しいです。美味しい。でんでんでん。あ、ずっと美味しい。どうしよう、一口目と変わらず美味しいよ。じゃあね、これは引き続き食べていくので、ここら辺で、みんなもお家で焼肉楽しんでみてください。今夜の晩ご飯に困った時にお家で焼肉はいかがでしょうか。では、バイチョルで、昆布ポン酢って、は、あの、なんか英語っぽく言えんじゃないかって思ったよね、今。いくよ。で、昆布ポン酢って普通に言うね。昆布ポン酢。これ普通ね。で、英語っぽく言ってみます。コンポン酢。コンポン酢。コンポン酢。ポン酢。昆布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 ポン酢。